どうもピオキングです。今日はこのコースやっていきます。ガバあるかもだけど2日で作ったからそこんとこ許してくれトロール。これを訳すとガバあるかもだけど2日で作ったからそこんとこ許してくれトロールということですね。誰に向けて訳してんだよまあこんなしょうもあることは置いちょって説明文に何気に初の水中使ってみました。諸事情により削除は今日の21時になりました。バージョン2って書いてるんですよ。この制作者さんはですね、日本でもトップクラスにトロールコースを作るのが上手い方なんですけど、そんな方がたった2日で初めて水中トロールコースを作ったみたいだね。いやたった2日っていうのがすごいんだけど、すごく手抜いてんじゃないのお前は1年かかってもこのクオリティ作れねえよ。それじゃあやっていこうか。クリア率は 1.7%。 そういや人生でモテ期が3回ぐらい来るって聞いたことないですか？あれ嘘だと思います。だって一度も来たことないんだから何言ってんだしょっぱな。今話すようなことじゃないだろ。これ左何がある？特に何もない。じゃあハテナブロック叩いてみようか。であのファイヤーが落ちてきたけどすごく嫌な予感がする。この音楽は大体まずいやつなんじゃない？土管に入れませんみたいな。やっぱり入れないか。なんだよそれ、絶対入れる隙間あるやんか。何がマリオちゃんしてるの。ガイマクランディング。もしよ本当にモテ期があるとして、モテ期を選べれるとしたらいつにする？僕は高校1年生、そして中学だ。高校1年生と専門もしくは大学1年生、そして社会人1年目ですかね。そうやって最初の方にこいつはモテるっていう意識をつけさせておいて、カースト上位に入る予定ですねそういうやつが大体入れてんだよ。やめろ魚。痛いとこないのね。うん、どうせ右に行ってもダメだ。また魚。左の方行ったらダメだったんだろうな。行くと砲台が現れますみたいな。土管は入れはしない。っていうか水中だからさ、めちゃめちゃ動きにくい。何このレール、どういう意味設置してんのただただ鬱陶しいだけなんだけど。じゃあオンオフをして土管に入ります。これでいいでしょ。なんかキノコ様、あいつを追いかけなきゃいけないんじゃない？待っててくれるよねキノコ様。ならばキノコが来るまで待っておく。ここにいれば勝手にキノコが来てくれるよな。よしよし、いい子だ。さあキノコを取ってレッツゴー。もう土管があるじゃん。なかなか簡単なコースなんじゃないのこれ。土管に入れませんね。行けそうな方向に行こうとするじゃん。行けなさそうな場所が正解だと思う。この下何がいるんじゃないのか。フグ万年とかやめてくれよ。大量に襲ってくるとか。お前行け、大量に襲ってくるか。やろやろ、和風団子のつもりか。そういや最近さ、 DC 扇風機っていうやつを買ったんだよね。 DC モーターで動いてるやつ。めちゃめちゃ静かだね。もうついてるかついてないか分かんないぐらい。というかこれどうすりゃいいか分かんない何なんだ。そこでクリボーが出てくるんだね。さあこのクリボーのかぶりもかぶっていっちゃいましょう。だっちゅうとこに乗ってんだ。いやその DC モーター扇風機買ったっていうか、いただいたものなんですけど、サーキュレーターにもなるんですよ。でサーキュレーターとかさ、今まで使ったことなくて、使ってみるじゃん試しに。そしたらめちゃめちゃ快適だね。部屋の温度がどこでも一定になる感じがする。あ、お前こっち来んだよこれも。いけるか。もうこっち来んだよ何刺さってんだよそこに。どけどけにこけ。面白いもんを見せてくれるね。バック妄想できんなよ。で今度は車か。車なんて面白いに決まってんじゃんか。じゃあバックが上に行った後に乗る。でこっからどうしようか。左に行っちゃっていい？どじゃねえんだよ。すでに溺れてんじゃねえか。車に乗ってジャンプして左で逃げてみようか。ジャンプしすぎ。じゃあ俺のベンツよ。君が下に行った時に僕だけ生き延びるよ。それでいいんだろ。さよなら俺のベンツ。いや最近ねガチでリアルでベンツいるって言われたんだよね。確か S200 だったっけな、 S2000 か分かんないけど、あのオープンカーのやつなんだよね。もう本当になんかもらえそうな感じで、いや重いからいいって言っちゃったいやだって重くない？ていうかこれ中間ポイント取れんのか。取れたけどどうかつりに行かれたぞ。でももう中間取ってるから痛くも痒くもないもんね。どうぞ小学生です。さあ無事中間ポイントも取れたんで、こっからですよ。で先の鍵ワープブロックもなんなんだ。上にドッスンがいるのが見えるな。だからこれ早く突き抜けなきゃいけないとかなんじゃない。いけー落ちてこないのあのドッスンなんか恥ずかしいじゃん。一人でいけーとか言っちゃってさ。でこの50コイン取っていいと思う？なんか罠のような気がする。でも行っちゃうか。
草じゃねえんだよ、魚だよ。だいたい50コインの方は罠なんだよな。じゃあこれは上から行けってか。上から行きます行きます。でブロックがあるね。こいつは何も入ってないの。え、なんだろうなこのブロック。じゃあ一旦反応させたからもう大丈夫。あっちよくあの1個のバブルに当たったな。めちゃめちゃピンポイントすぎない。ガップか。急に雑になってない。魚大量にいたんだけど。でハテナブロック怪しすぎる。土管の方に行くか。ハテナブロックが下から叩くのがダメだと思うな。だからここでヒップトラップ。お前がするだ。俺がこのハテナブロックを叩けないとでも思っているのか。こっからダッシュしーの。すぐに土管に入っていく。ハテナを叩く。そしてすぐにこの土管に入っていく。そして壁キックで丸め教室カースト上位の私を舐めるんじゃありませんわよ。でこいつを壊せ。ガーいい加減にせ。ここで何もしないでいいのかな。右の方に足場があったような気するけど。そして上にジャンプでつららを越えていく。もう一回落とされると思ったけど。じゃあオンオフをしていいのかな。猫があるね。この先は猫がないといけないのかな。うわ見えねえ。まずこいつ叩いてみようか。ダーッ。おっちゃん。ナイス猫。そして壁をよじ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 しすぎたらどっかに行っちゃったよ。なんだいここは。このスターを取ってこのアリヘイをアリヘイは倒せないわ。これもしかして知りたいきゅえ、これめちゃめちゃむずくない。このファイヤーだけに当たれっていう感じでしょ。ちょっと待って、先にスター切って。あ、これ壁によじ登って OK が簡単なんだじゃない。何言ってるか分かんないけど、とりあえずこのファイヤーだけには当たります。そしてよけろ。これむずいって、マジでむずいって。まあ猫の時はいいんだよな、ここによじ登っておけるから。そして、うん、よじよじが切れちゃうのね。もういいって、もうスタートこの猫たくさん出しすぎだって。とりあえず今もさ、スターだけかまっとけ。スター様ここにひっついておけばスターは出ない。そういうことだ。いや、なかなかいい調子だね。これでファイヤーに当たります。で、もう一回当たって。どうすりゃいいのよ。これめちゃめちゃ難しいって。もうとりあえず次は猫だけをかわそうか。もうスターを取っちゃっていいんだ。よくないけど取っちゃっていいんだ。猫きすぎ。時間がないよ。あと10秒しかないんだ。これが最後のチャンス。頼む。みんなこれ攻略法見つけたわ。ベルだけをかわしてればいつかは絶対にやられれる。スター取っても。来た来た、お前が来てる。とりあえずとりあえずこのベルだけ、ベルだけをかわそうか。よし、スターを取ってもいい。スター取ってもいいんだ。ギャー、これはもう攻略を分かってた。ベルオープン。ベルベルさえかわい続ければいつかは絶対にゴールできるんだ。よしよし、ベル、やったー。死に耐久命中を食べるな。はい、それじゃあここはね、とはならないよ。もうめちゃめちゃ疲れたよ今。もうマジでろれつが回らないくらい喋ったかもしんない。じゃあここはフロア取っていいの。もう僕はね、普通の実況に戻れません。今からもう全然ね喋れない実況になる方多いですね。サチになってきた。お前どうせなりませんだよ。絶対なりませんだよ。殺される。僕はこのゲームに殺されるよ。今の死に待機を見て楽しいと思った人たち、僕はね不愉快ですよ。いやママ、またなんかわかんない、やつ来たよ。絶対引っかかるよ。塾に行くより嫌だよ、このハテナブロック叩くよ。でも叩かないとだもんね、このハテナは。ワンナップ、待て待て、それは届くか。いや、いける、いける、やめてください。だいたい何よ今のパックンの動きはさ、バグってんじゃないの。下から上に上がってくるとかさ、こいつ倒しておこうか。サバーデーだ。で、ブーメランを先に出しても意味はない。じゃあここでつららに当たりのチビになっていこうか。いや、そろそろね、マジで中間ポイントに欲しいんだって。じゃあクリボーのかぶり物かぶって
左に行けばいい、うん、中間ポイントがある、あの中間ポイント絶対欲しい。こいつはなんだもういいってこういうのさ、こんなのいけるわけないですよね。見てるか制作者、あの知り待機をクリアした僕を褒めたたいてほしいね。どうせ制作者はクリアしてないんだろめちゃめちゃ言ってる、頼む中間やったやったよママあとはゴールだけだよ、みんな頑張ろうだ、ね、頑張ろうだ。なんだお前ら、俺は絶対に逃げずゴールするんだ。笑いたけ笑え、あの大量の魚をどうやってかわすかよ。早く行けば問題ないのか、理解すれば簡単だったな。あと何画面あるの、一画面か二画面か。お前早くね、何よこの放題は、めちゃめちゃ早くないか、どこでかわせんの。いや、ここでかわさる。でびっくりブロックは叩いちゃいけないと思うよ、下に来る以外ないもんな。で上行きます、で左のキラーを取れっていう感じかな。だから来た、日焼けした両塚明智がいる、あいつ倒せる、倒して頼むって当ててさよなら両塚明智。そしてこのブロックは上からはいけそうにないか、じゃあ壊します。そしてこのボムちゃんは、ボムちゃんは倒してよかったのかな、なんか嫌な予感がする。このグリムを取っちゃいけなかったんじゃない、多分嫌い放題のまま行かなくちゃいけないみたいだ。ですよね。ワンナップが右に行ったらダメってことかな、でもこれ絶対壊しちゃうよね。だからこのワンナップを取れば問題ない。そしてこのボム兵を爆発させる、そしてびっくりブロックに入れば問題ないのさ。さあ行こうか。そして右の、お、あ、分かっちまったかもしれん、これさ、こうすればいいんじゃないそうだよな、多分さ、あそこ隠しブロックがなんかあって叩けないみたいだ。さあ行こうぜ。そして、あ、これ叩きて、叩きたー、あ、いやだ、あ僕はこれをしなくちゃいけないの、誰が助けて、ゴール長くない、じゃあここはすぐ上に行きます。そしてオンオフが変わってくれて上に行けばいいよな。で右のドアに入れっていう感じなんだけど、バネがいるって、もあのバネ大丈夫、一旦右に逃げようか、バネ襲ってこないのかな。絶対下に行ったらさ、バネがポンって出てきて落とされる予感しかしないんだよな。っていうかちくわ復活せえよ、復活しないよちくわ。これは巧みな罠ですね、バネで落とそうとしてるけど実は何もしてこないみたいな。でちくわが復活しないとか、もうそんなバグいいって。これ右でいいの、うん、右に行かして、頼む、どっち、これどっち行こうか、右ゴール、上土管、こっちゴール、本当に、なん、なんだろう、完全に笑ってる、ゴール、ちっさ人をばかりするのも大概してんか。こういうのが天才って言うんだろうな。背景のゴールポールめちゃめちゃ面白くなかった、あんなの初めてだって。でゴールあるじゃん、頼むゴールをさせてくれ。まあヒントって書いてる、まあいいよ別にヒントは。この先中間ポイント1農大、中間ポイント1から1回もやられずに来いっていう感じなんかな。え、そんなの無理じゃない。あ、なんか P スイッチ発動したね。わ、どっち行くこれ、鍵と、うわ、なんか上にも行きてえけどさ、一旦全部取っておこうか。やっぱ鍵行くわ、こっちめちゃめちゃ気になる、こっちがゴールっていう可能性は頼むって、ダバダじゃないんだよ、中間ポイント1だけは。天才の考えることは分からんわ何を考えてんの、これ上に行けばよかった、上なんか落ちてくれとは思んなよ。この派手なブロックはワンナップ、そろそろゴールが近いでねえの。右上の方には行けないもんな。で、オフ欲しいの、これさっきのゴールのところじゃない、なんか鍵持っちゃってるけど、どうしよう、右から行けるんじゃないこれ、ね、右のゴールできるよね。うわどうする、なんかさ、もうゴールできるからこのワープブロック入ってみたいっていう気持ちもあるよな。もう一回チェックポイント戻しとかはない、ある、うっ、おじゃ、やめろ、おじゃ頼む、チェックポイント戻しはなかったね、よしよしよし、ゴールはもう俺のもんだ。いや、ワンチャンね、鍵ワープブロックからゴールできるかなと思ってたんだけど、これ普通に下からゴールできるっていう感じなんじゃない。そうだよな、もう何もいらないから、このピンスイッチを何踏んでみる
踏めないの？頼む踏まして。ジェイケンがやったいやこれを2日で作ったとは思えないぐらい神クオリティでしたね。すげえ楽しかったです。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ、ゴールは目の前117チョロプー酒。説明文になぜかサムネに映ってないけどベルコンの上にチョロプーが並んでいます。なんで映らないんだろうって書いてるんですよ。ということはサムネに1匹チョロプーがいるけどその上にずらーって並んでるんだろうね。ただどんな風に並んでるかだよね。上に重なって並んでるのか、それともレールに沿って並んでるのか。まあ上に重なってたらクリア不可能じゃねえって思うんですけどね。それじゃあやっていこうか。クリア率は 1.03%。 個人的に上に重なっててほしいけどね。めっちゃ長いチョロプーがこっちに向かってきますみたいな、絵的に面白いじゃんそんなの。じゃあこのチョロプーがどう、お前早くね。チョロプーがただ並んでるだけっていうのは分かった。だからこのチョロチョロしてんじゃねえ。もう下にいたらぐちゃぐちゃになっちゃうからさっさ行っちゃった方がいいくないかな。よしよしよし来た。で上はまだ降ってくる。いやいないじゃんこれ、めっちゃ簡単ディグダリプーだね。このチョロプー右まで来んのか。じゃあ早めに右に行っちゃった方がいいね。そしてあのチョロプー下のやつ気をつけよう。一番右に隠れておこうか。一番右に隠れておきいのやったてめピンポイントすぎやろあいつ。どう行きゃいいの。早めに右に行かなくちゃいけないっていうのは分かってんのよ。チョロプーが溜まるからね。こっからや問題は。おや最初は今みたいな感じでいい。踏め踏めからのすぐ上に行く。なかなかいいんじゃないこれ。で落ちる場所が大事だよ。あこれいけるんじゃない。頼むやったーしゃ見たきゃ僕のどもが。お前らは一生冬眠してろ僕が冬眠した方がいいような騒がしさでしたね。いや楽しいコースありがとうございます。そしてご視聴ありがとうございました。